はい、どうも、さきです。今回なんですけれども、納豆についてちょっと喋ろうと思ってます。はい、日頃どうですか？納豆食べてますかね？僕もね、結構好きなんですね。昔から納豆はよう食べてて。まあ、スーパーとかでもね、売ってるじゃないですか。なんか3個パックになってるやつね。なんか包装されててね。はい。まあ、僕もね、よく食べてて。結構ね、アレンジするのが好きでしてね。まあ、納豆単体で食べるというよりはね、なんかこう、いろいろね、いろんなもの混ぜて、で、一緒に食べるっていうのはね、結構好きで。僕の場合はね、オクラ。まあ、定番ですけどもね。オクラに、あとはね、じゃこをですね、入れたい。はい。で、わーっと混ぜてですね、ご飯と一緒に食べるっていうのが、まあ、好きなんですね。まあ、結構ね、一緒にね、働いてるプレイヤーさんとか、まあ、セミナーのね、こう、参加者さんとかとね、まあ、納豆の話たまにさせてもらうんですけどね、やっぱりね、自分の中でのね、こう、アレンジ法みたいなのがあるようですね。結構、とろろというかね、なんかそういったのね、こう、混ぜる人もいればね、私、キムチ派ですとかね、いう人もいてたりとかして、はい、面白いなっていうふうに思いながらですね、こう、聞かせてもらうんですけれどもね、まあ、納豆はね、やっぱり、美味しいっていうのももちろんありますし、まあ、健康に良いっていうね、イメージもやはり強い。まあ、結構認知症に対してですね、効果的だという話がね、こう以前ありまして、なんか大流行りしたこともありましたよね。一時期スーパーからね、納豆がもうザッて消えてしまってるみたいなね。僕単純に納豆がね、なんか好きだったのに、納豆欲しいなと思って買ってもね、いつ見てもないわっていうね、状態がね、しばらく続いたりとかもしてたわけなんですね。まあ、結構やっぱり健康に、意識が高い方はね、納豆をよく、重宝されるんじゃないかなと思います。大豆イソフラボンがどうとかね、タンパク質が多いよとかね、そういったところでですね、なかなかこう日々ね、毎日のように食べられてる方もいるかもしれないし、まあ、もしかしたらこれ見ているあなたもそうかもしれないですよね。まあそれはもちろんね、いいんですよ。やはりその、いわゆる悪玉コレステロールが、はい、こう減らすことにもつながったりとかですね、いい面もあるんですけれども、やっぱり注意すべきポイントもやっぱりありまして、まあ、納豆に関してだけじゃありませんけれどもね。はい。やっぱりどんな食物、どんな食べ物もですね。やっぱり、いわゆる健康に良いと言われるものでも、やっぱり食べ過ぎ注意だったり、まあ、メリットもあればデメリットもあるもんで、まあ、納豆もやっぱりそれは例外じゃないと。はい。まあ、納豆の中で結構あるある意識したいのは、やっぱり塩分ですよね。はい。まあ、特にですね、豆そのものというよりはですね、付属でついてるタレとかね。はい。結構これね、見落としがちな方がいてたりとかして、前もこの間ですね、納豆食べるときにですね、タレ結構塩分高かったりとか、あれの添加物も結構多かったりするんで、せっかくね、認知症のためにとかっていう風にね、そういう目的で食べてるんやったら気をつけた方がいいですよっていう話をついこの間させてもらってですね、びっくりされてる方いましたね。あ、そうかと。言われてみればというね。はい。まあやっぱりね、納豆ってね、それだけ健康に良いっていうか、イメージが強いからこそですね、いっぱい大量に食べちゃったりとかですね、はい、毎日のようにこうね、頻繁に取ろうというふうにね、される方はすごく多いんですけれども、やっぱりそういったところもね、せっかくですね、まあ、認知症のためにとかっていうふうに思ってですね、その食を変える、その中で納豆をね、アレンジしようと、納豆を工夫しようと思われてるんであればですね、気をつけた方がいいんじゃないかなと思います。単純にね、趣味嗜好と言いますか、あなたの好き嫌いでね、はい。納豆が好きで食べてると、いうんであれば、別にね、まあそんなに気にしなくてもとは思うんですけど、やっぱり目的がね、そこにあるならば、健康だったり、認知症状改善のためにつなげていこうと思うんであればですね、まあ細かい話かもしれんけど、そういうのもね、知った上で、はい、日々ね、行動を取ったり、食のアレンジ、工夫をしてくれればいいのかなと思います。はい。今日はね、かなりシンプルな内容だったですけれども、こんな感じで以上にしようと思います。よければ、参考に活用してみてください。今日の内容は以上です。今回も動画をご覧いただきありがとうございました。もし内容が良ければですね、いいねボタンをぜひ押してください。チャンネル登録もね、ぜひ一緒にお願いしたいと思っております。ではまた動画を更新しますんで、それまでさよなら。